トミー・デイビスはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリンク出身の元プロ野球選手である。1959年から1976年まで MLB でプレーし、ロサンゼルス・ドジャースやボルチモア・オリオールズ等で活躍した。1956年、当時のブルックリン・ドジャースとアマチュアのフリーエージェント選手として契約を結んだ。1959年、 対戦とルイスカージナルス戦で大画としてメジャーデビューを果たした。メジャー初打席は三振に終わった。1960年、ガイアのユーティリティプレイヤーとしてメジャーに定着し、110試合に出場して打率。276.11本塁が44打点、6盗塁という成績を残した。ガイアの3ポジション以外にサードの守備につく機会もあった。 シーズンオフのルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票で5位にランクインした。1961年はサードでの出場が最も多くついでレフトだった。サードでは13失策、守備率901という守備成績に終わり、不安定な守備だった。打撃面では15本塁打を放ったほか、10盗塁を決めて、10本塁打、10盗塁を同時に記録した。1962年は、 前半戦終了時点で87試合に出場して、打率。353.15本塁が90打点と打ちまくり、ナリーグオールスターのメンバーに選出された。同試合には5番レフトでスタメン出場したが、ヒットは出なかった。オールスター明けも調子を維持し、最終的には打率。346.153打点を記録してなリーグの2巻に輝いた。 だが、シーズンオフの MVP 投票では、リーグ最多の165試合に出場して104、盗塁を決めたチームメイトのモーリー・ウィルス、49、本塁打を放ち本塁打王になったウィリー・メイズに敗れ、3位に終わった。なお、この年から本格的に、制裁抑止に定着し、他のポジションを守る機会は減少していった。1963年も、 1000年ほどではないが校長を維持し、2年連続でのナリーグオールスターメンバー選出、ナリーグの首位打者となった。この年、チームはワールドシリーズを制し、世界一に輝いた。1964年は152試合に出場したが打率、275に終わり、過去2年と比べると大幅に成績を落とした。翌1965年は故障のため、 わずか17試合の出場に終わった。1966年は100試合に出場し、打率313と復活の兆しを見せた。シーズンオフの11月29日にトレードでニューヨークメッツに移籍となった。メッツ加入1年目のシーズン154試合の出場で打率。だが12月15日に自身2度目のトレード要因となり、 シカゴホワイトソックスに放出された。1968年、ホワイトソックスでは132試合に出場したが、打率268、長打の合計本数がわずか16本に終わり、大きく成績を落とした。同年10月15日、エクスパンションドラフトの対象となり、新加入チームのシアトルパイロッツに移籍することになった。以後、トレードや解雇により、 チームを転々とし、1967年から1976年の引退までの10年間で旧球団に在籍した、1963年のデイビス、ありがとうございます。